名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズの17回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということです。まずはドラゴンズの西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。はい、そうなんですよね。どうやって突破口を開くのかっていうのは、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけ。打ちました。ボテボテ、ピッチャーが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている藤井、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。岡野、まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球、空振り。バッターは3番の大島、今シーズンここまでホームランは4本。2アウトランナーありません。さて、好調ドラゴンズはここまで4連勝で首位です。一方のスワローズは最下位と、なんとか立て直したいところで、打ちました。打球はライトへ、ここは打ち上げています。ジョーンズが掴んで3アウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。1回の裏、ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。スワローズ青木が打席に入ります。昨日はマルチ安打を記録しています。相手を0点に抑えて、これから1回の裏、初球打ち、レフトライナー掴んで、まずワンアウトです。バッターは2番に入っている福留、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、まずはワンアウトを取っています。次が2球目、引っ張った、セカンド取る、アウト、2アウト。3番バッター村上、好調の今シーズン、現在セリーグの首位打者です。2アウトランナーありません。この回のドラゴンズ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。インサイド、落ちました。さあ、どうだ、この打球は落ちるか、どうだ、坂口が抑えて3アウトチェンジです。この回2回に入ります。スワローズの攻撃、打順は4番西浦、今シーズンここまでホームランは1本。さて、ドラゴンズの先発は岡野、ここまで13試合に登板して7勝3敗という成績。インサイド、打ち上げました。ここはフライになっています。ライト掴んでワンアウト。バッターは5番宮本、2試合当たりが出ていません。岡野、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー岡野、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを、これはバット出ず三振です。バッターボックス、雄平、2試合当たりが出ていません。2アウトランナーありません。2球目、打ちました、ヒットになった。2アウトランナー1塁。この太田、ここのところ5試合で打率が2割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。試合前もね、ちょっと初球打ち、右中間に落ちました。ファーストランナー、セカンド回って三塁に向かう。ドラゴンズピンチになりました。2アウトランナー三塁一塁。バッターボックスは8番中村。ドラゴンズ連打でランナーを増やして、インサイド、落ちました、三塁へ送球する、サードランナーホームイン。スワローズ、ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。初球はストライク、ストレートが決まっています。ここは決まりました、見逃し三振です。
この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。バッターはビシエド。現在打率は初球時、これはセカンドライナー。打席には5番バッタージョーンズ。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。まずはワンアウトを取っています。初球は何で来るか。打ちました、太田。ツーアウトになりました。バッターは6番京田。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ツーアウトランナー、インサイド落ちました。ファーストの左抜けました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。ランナー出ました、ドラゴンズです。バッターの浅村、今シーズンの得点圏打率は4割8分となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。いい当たり、掴んで3アウト。追いつくことはできませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあった。3回の表、ヤクルトスワローズ打順よく1番から始まります。坂口がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える3回です。さあ勝負してくるのか。打った、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁に追加点のランナーを許しています。インコース打ちました、いい当たり。右中間に強い打球、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー3。さあそしてバッターボックスには大島が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。バッターボックスの大島、今シーズン得点圏での打率は2割5分となっています。クリーンアップを任されるにしてはちょっと物足りないですかね。まあここはインサイド落ちました、ヒットになった。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。スワローズが突き放します。ライトオーバーのタイムリーヒット、3対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターボックス西浦。ドラゴンズこの回2点を失っています。さあ3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。2球目打ちました、この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。スワローズ抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。送ってくるでしょうか。バントの構えを見せました、引っ張った、ファーストの右抜けました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。スワローズ1点追加します、5対。バッターボックスは6番ゆうへい。まあドラゴンズとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。これは低めストライク、ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました、ファールボールです。まあここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど、そうです。引っ張った、この打球はフライになっています。ライトが取りました、ワンアウトです。バッターは7番太田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球打ち、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか。ここはセンターが抑えています、2アウトです。8番バッター中村、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いやーさっきは勝負どころで打たれてしまいましたよね。はい、2アウトになっています。ここは決まりました、見逃し三振です。セカンドランナーは残塁。
赤星さん、この展開ですから序盤のうちに1点でも返しておきたいところですよね。そうですね、まあとにかくなるべく早めに追いついておきたいですよね。さあその追いつくということができるんでしょうか、見ていきましょう。高め打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、レフトが取りました。次はピッチャーの打順ですが、先発の岡野が打席に入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。アウト、ツーアウト。打順は1番に返ります。バッター青木、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。初球打ち、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。ランナー出ました、ドラゴンズです。ツーアウトランナー1塁、打順は2番福留、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に打ちました。ショート取った、1塁送球、1塁アウト、スリーアウトです。ランナー先発の原樹里がバッターボックスに入ります。ピッチャーでも塁に出るんだという気持ちを持って打席に立ってほしいですね。そうですね。あっという間に2ストライクです。見逃し三振、まず一つアウトを取りました。打順はトップに帰って坂口。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。岡野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。見逃して三振になります。ご覧いただきましょう。最後は得意のボールで見逃し三振を奪いました。いい球ですね。バッターボックスには2番藤井、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。アウトコース打ちました。セカンドが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ、ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターは村上、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ドラゴンズ点差が離された中盤4回の攻撃です。赤星さん、変化球空振り、ワンアウトです。バッターは4番ビシエド、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけどしっかり捉えてましたよね。インサイド、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。センター掴んでツーアウト。5番バッタージョーンズ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。打ちました、セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。反撃、5回の表にゲームが進んでいきます。ヤクルトスワローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。大島がバッターボックスに入ります。先ほど打ちました、取った、アウト、ワンアウト。打席には4番バッター西浦、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、岡野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド打ちました、このフライは切れそうだ、切れました、ファールボール。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは5番宮本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。この回スワローズ、西さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですがいかがですかね。本当ですね、あの弱気になっちゃダメですよ、これからですよ。ベンチの動きにも注目です。外への変化球、次が3球目、これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルです。落ちる球できました、スリーボールツーストライクです。見逃して三振になります。ワンアウトです。打席には7番バッター浅村、先ほどの打席は同点の高めのボール、弾き返した打球はセンターへ、センターが取りました、ツーアウトです。
バッターボックスは8番大野。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけど、高めのボール打ちました。ここはフライになっています。上がりすぎました。大島が掴んで3アウトです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の表、得点圏には先制のランナー8番中村。まず何を投げてくるか。打ちました。高いバウンド、ピッチャーゴロ、強打。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打順は7番太田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に打ちました。浅村、素晴らしい反応を見せた。アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。バッターボックス中村。まあドラゴンズとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい。さあここはしっかり守りたい。外を低め決まってストライク。すぐに追い込みました。引っ張った。打球はレフトへ。この打球はフライになっています。福留が掴んで2アウト。さあバッターボックスには先発の原樹里が入っています。まあ今日はいけるところまで行く感じでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。セカンドランナーは残塁に終わっています。今日は非常にコントロールがよくストライク。先発の岡野がバッターボックスです。点を取られてますし変えてもよかったかなと思いますけどね。そうですね。初球打ち切りました。ファウルボールです。高め空振り。ノーボール2ストライクです。変化球空振り。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター青木。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。原樹里、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。サード取った。ツーアウトになりました。バッターは2番福留。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。太田、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズ。西さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあ当然ですね。あの状況を考えるとね、もうこれ以上失点できないですよ。本当にそうですよね。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。打席には2番バッター藤井。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。2球目は何で来るか。今のはバッターよく見ましたよね。はい。低めわずかに外れてボール。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。2アウトです。バッターボックス大島。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。抑えの効いたいいボールですよね。はい。外のストレートがストライク。ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。これはどうか。よく取った。一塁送球アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。この回スワローズ3人、ドラゴンズラッキーセブンの攻撃になります。バッターは村上。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ドラゴンインサイド落ちました。ファウルになります。ここは落としてきました。さあ5球目は何か。低めの変化球は決まりません。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。村上ヒットが出ました。ノーアウトランナー一塁です。打順は4番ビシエド。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った。
レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスジョーンズ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。最初は変化球できました。ボールになります。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はレフトへ。レフト掴んでツーアウト。バッターボックス強打、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極、インサイド落ちました。これはどうだ、取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。8回まで来ましたスワローズの攻撃。バッターボックスは4番西浦、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。見逃し三振、ワンアウトです。現在のピッチャーの状態、バッターは5番宮本、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですね。岡野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、この打球はフライになっています。岡野が掴んで3アウトです。この回スワローズ三者凡退です。5対0、ヤクルトスワローズが8回の裏に入りました。7番から始まるドラゴンズの攻撃、浅村がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ドラゴンズ点差が離されて8回の攻撃を迎えます。変化球わずかに外れました。次が5球目、見逃して三振です。ワンアウトです。打席には8番バッター大野、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。原樹里、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ツーアウト。ピッチャーに打順が回って先発の岡野が打席に入ります。調子が良くなさそうなんで変えても良かったのかなとは思いますね。そうですね。ファウルになります。ボールカウントはノーボールツーストライクです。打ちました。打ち上げた。ライン際ですがここは打ち上げています。中村が抑えて3アウトチェンジです。9回の表です。7番から始まるスワローズの攻撃、バッターは太田、打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターの中村、ここ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが不調に陥ってる感じでしょうか。そうですね、状態自体は悪くないと言ってましたから、先ほどのヒットをきっかけにまた上がってくるはずですよ。なるほど。初球は何から入ってくるか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。これはバット出ず三振です。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って坂口、先ほどの打席はセカンドゴロに。初球打ち、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット、ツーアウト、ランナー三塁二塁。2番バッター藤井、まあドラゴンズとしては最後まで気持ちの入ったプレーを見せないといけませんよね。はい、さあここはしっかり守りたい。インコース低めストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。変化球打った、一塁間抜けた、中継にボールが送られる、サードランナーホームイン。スワローズ追加点を挙げました。6対、バッターは3番大島。初球打ち、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。6対0、ヤクルトスワローズのリード広がっています。赤星さん、まあ当然意地の一発は狙ってるでしょうね。そうですね、ここまで来るとランナーを貯めようというよりもなんとか1点返そうという気持ちになってくると思いますからね。そうですよね。そんな展開になるんでしょうか。低めの球、これは外れます。引っ張った、ライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。ライトが取りました。
2番バッター福留、今日はまだ当たりがありません。原樹里、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。落とすボールで空振りを取りました。3球目見送っています。ボール。これが4球目。変化球タイミング合いません。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。打ちました。打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフトが取りました。ツーアウトです。打順は3番村上。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。ええ、期待しましょう。ツーアウトになっています。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには4番ビシエド。今日はまだ当たりがありません。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが2球目。インハイ外れています。ボール先行です。変化球が決まりました。切れていきます。ファウル。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出していかないといけませんよね。なるほど、そうですか。打ちました。これもファウル。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで5試合連続安打。ツーアウト二塁一塁。打席には5番バッタージョーンズ。まあここから試合をひっくり返すというのは、ね、インサイド打った。セカンド取った。アウト。これで3アウト。試合終了です。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。ドラゴンズは屈